彼がザ・ワールドを初めてプレイした日。彼の友人オルカはスケイスのデータドレインにより意識不明に陥った。ザ・ワールドはただのネットゲームじゃない。別の目的を持った何かがうごめいている。少女アウラに渡されたインストールブック、黄昏の書。それは腕輪に姿を変え、モンスターデータを改ざんするデータドレイン。プロテクトエリアへの侵入を可能にするゲートハッキングという2つのスキルを彼にもたらした。それはオルカを意識不明にした力と同じものだった。僕はオルカを助けたい。彼とそのパーティーは腕輪の力によってスケイスを撃破するが、そしてあれが僕たちの戦いの本当の始まりだった。
さあ、行くわよ。もう一回、シータサーバ、選ばれし絶望の虚無エリアに行って、このまんまじゃ気持ち悪いでしょ。
光らないね、腕は。見た目は変わんないみたいね。敵いないね。
あの無駄に大きいやつ。うん、私が聞いてんの、聞き返さないでよ。もうだけど、もしいたら。それは無理。ねえ、何よ。怖くないの？私は怖くない。わけないじゃない、私のコントローラーなんか汗でぐちょぐちょなんだから。あんたはどうなのよ。うん、正直怖いよ。でもそんなこと言ってらんない。だよね。あ、え、何よ。前も言ったでしょ、そういうのマナー違反だって。ごめん、なんか壁のグラフィックが。どこどこどこ。いや、気のせいだった。なんか変わったように見えたんだけど。もう、ほどさないでよ。かっこ笑いじゃないっちゅうの。だって前もこんなことなかった？あ、う、どうせ私は強まってるだけの小心者だわよ。そうですとも。あのさ、聞いてもいいかな？何よ。
ムカつくわね。僕がこうしているのはオルカを助けたいからだけど、君はどうして？それは、なになになに、原因を突き止めてきてみればまたお前たちがいる。どういうことだ？あんたこそ何よ！事情も知らないくせに！事情はこの間話した。え？そうなの？だったらなおさらでしょ！分かってやんなさいよね！事情はともかく、事実を直視しろ。お前たちが動くと事態が悪化する。俺にはそうとしか思えん。違うか？嫌なやつ。彼には僕たちとはまた違った事情があるのかもしれないよ。先へ進もう。これ以上先に進めない。あの場所にはもう行け。以前パワーアップキャンペーンにご当選され、実はあの時お渡ししたアイテム、まれに絶対の書と交換いたしますので。パワーアップキャンペーン、そんなのあったっけ？Thank you.
誰だ？あんたが落とした。え？
じゃあこれかな。ここだ。このレベル、このエリア、お詫びに。また。なんか怪しげなメールに呼び出されて来てみたんだけど、もしかしてあんたも？意識不明者を回復させるヒントがあるって。そう、ちょっと待って。変だな、ゲートアウトできない。なにこの音。私はリョース、ザワールドのシステム管理者だ。君たちは再三の警告を無視、出過ぎた真似ばかりしている。君たちが余計なことをしなければ状況はこれほど悪化しなかったのだよ。意識不明者まで出しておきながら何もせず、それどころかその事実を隠そうとさえしたあなたたちの責任はどうなる。一連のトラブルは心ないハッカーがウイルスを撒き散らした結果だ。恨むならハッカーを恨め。恨んだら意識不明者は元に戻るっていうの？だったらいくらだって恨むわよ。ねえ、戻しなさいよ。今も病院にいる彼を元に戻しなさいったら。ブラックローズ、意識不明者とザワールドとの因果関係その他は現在調査中だ。我々も手をこまねいているわけではない。対策は進行している。がそれとは別に、これ以上の状況悪化を防ぐためにも君の PC を破棄してもらう必要がある。このキャラを捨てろと？君の PC はソフトウェア使用許諾に反している。不正な効果のインストール、身に覚えがあるだろう。ではデリートさせていただく。待ちなさい。ヘルボ、リョース、あなたも未帰還者になりたいの？なんだと？坊やがここでデータドレインを使ったらどうなるかしら。僕はそんなことはしない。そうね、坊やはバカじゃない。バカな石頭はこの男、何がどう作用するかわからないのに消してしまっていいのかしら。そもそも本当にデリートできるの？坊やの PC には管理者も干渉できない強固なプロテクトがかかって、レアなアイテムを偽ったワクチンを用意してはみたもの、管理できないものは排除してしまえ。石頭のやりそうなことも。あの、いいですか？
僕はこの PC がどうなっても文句を言いません。ちょっとあんた何言い出すのよ。いいんだ、何度も言うようだけど僕は友達を助けたい、本当にそれだけなんだ。ヘルバさん、管理者の人、僕はどうすればいいんですか。残念だけど坊や、私はその答えを持っていない。言わんやそこの石頭に置いておや。ただただこの世界が黄昏の碑文をもとにデザインされていたとしたら、そこに何かヒント。くだらん。リオース、なんだ。システム管理の責任者に与えられるそのコード名、碑文に出てくる光の王の名前だって知ってた。そうなのか。抑え込むばかりが管理じゃない。もう少しこの子たちの様子を見てみない。お前の指図は受けん。指図？とんでもない提案よ。ネットは世界中に広がっている。この先もしトラブルが拡大したら、あなた責任が取れる。結論はあなたが出しなさい。現時点での処分は保留。君には後で決定を伝える。だってさ。じゃあね。黄昏の碑文、私たちには情報が足りなすぎるね。あのね、さっきの話だけど、いや、なんでもない。今日はバイバイ。
不思議な。あんな。
ギャー。また、やっ、あんたが落とし、じゃあまた、やった、
不思議な。あんたが落としたのはき。じゃあまた。やった。不思議な。あんたが落としたの。どちらも違うの？じゃあまた。
あんたがお…え？うん、じゃあここだけのこのレベルのこのエリアよりお詫びに…また…よっ。
Thank you.
遅い。あ、もしかして。そうだ、リョースだ。今から指示を。当面はラムダサーバーのウイルス汚染進行度を調べてもらう。プロテクトエリア？表向きは調整中ということにしているが、通行不能になっているエリア。ただし君の不正な能力だけが、そのプゲートハッキングにこれが必要な。あ、何も驚くことはない。それはモンスターデータに潜伏していた発祥プロテクトエリアのデータコードは、
久しぶりだね。こないだのノイズ事件からニアの入力システムきっとそのうちなおるよ。そんなことよりどこに行くんだい？もしかして PBS にそこも行く予定だだったらミアラムダサーバー哀切なる邪眼の実エノコログサがありそうな気がするってゲートハッキングをティーチしたのはミアだから。確か、一人で来いって言って。
なんかいそうな感じ。いる。いなんだ。まだ見ぬ弾。ガルデニアって花が好き。それがどうかした。選ぶフィールドに花の名前多いし。言わなくては。いや、なら初めから聞く。
この部屋のモンスターは強敵だ。気をつけろ。なぜだ。宝箱の中身が装備品ではないと肩透かしを食らった気持ちになる。そういうことも。それはお前が好き。ガルデニア。いや、ただ少し前にあのモンスターにやられたの。確か一人。
です。さっさと始めろ。笑かしてくれ。期待してるぞ。俺パフォーマンスにはちょっとうるさいぞ。ヒューヒュー。よし、ほんじゃそろそろ。いっ、草は臭いから腐ってる。白は白いから、帽子をなくして、お待たせしました。って一人かよ。客が一人でも精一杯やるのが芸人さ。紹介状は地下3階だ。
未だ見ぬ弾。さあ、ユウくんウサギマルのバトル特勝。えっ、どう？必殺技っていうのはよ、ここぞって時に使うからかっこいい。軽々しく使う。本人は。お前の乱入のおかげでトークショーが盛り上がったぜ。じゃ、またな。
さんはたらいシールドを持ってて新聞紙のマントが欲しくて、ベイトさんはビニールソードを持ってて、キャサリンさんは凶器の栓抜きを持ってて、たらリックさんは新聞紙のマントを持ってて愛のアージェリーが欲しい。その通りってことは、アンネさんのたらいシールドをキャサリンさんの凶器の栓抜き、ベイトさん、あかん、ビリ、どうする、在庫とかないの、参加費まで取っておいてこれかよ、あかん、みんなに満足、このダンジョンには愛のアーチェリーがあるはずや、この男女全員どうするんだ、ごめん、
シュビル。狂気の戦略、三、そうそう、これがじゃな。どうオーケー、じゃ なるもんやな。あんたがおらんかったらどうにもならんかった。